帰りなさいませ、お嬢様。はい、それではご案内いたします。こちらへどうぞ。お嬢様のご帰宅です。お帰りなさいませ、お嬢様。ではお席こちらです、どうぞ。ではお嬢様方のお席がこちらと、はい、こちらでございます、どうぞ。改めまして、お帰りなさいませ、お嬢様。お嬢様はとってもお久しぶりのご帰宅なので、こちら今日はメニューの説明からさせていただきますね。はい、ではまず最初のページがこちら。こちらはお飲み物のメニューなんですけども、フリフリシャカシャカミックスジューチュっていうメニューです。こちらのお飲み物は、私たちメイドがシェイカーを持ってフリフリシャカシャカと萌え萌えな言葉を言いながらフリフリシャカシャカしていきます。この時にはお嬢様方も一緒に萌え萌えな言葉を一緒に唱えていただきたいと思います。はい、そして続いてこちらがメイドがお絵描きアイチュラテのメニューでございます。アチュアチュのメニューやアイチュメニューをご用意しているんですけど、こんな感じでお仕上げを私たちメイドがさせていただきます。チョコレートやキャラメルを使ってお飲み物の上にお嬢様方のお好きなイラストとか、なんか動物とかメッセージをお書きしています。何でもリクエストしてくださいね。はい、でこちらが冷たいお飲み物とあちあちのメニューでございます。あとはですね、お腹の空いているお嬢様たちにはこちらお食事のメニューもご用意しております。中でもこちらのピピオピオピオひよこさんアイスはこんな感じで、卵を開いたらこの上にケチャップでお絵描きをします。こちらもお嬢様のリクエスト通りに頑張ってできますので、リクエストしてください。ではですね、ただいまお飲み物とお食事のご用意をしてまいりますので、少々お待ちくださいませ。はい、それでは失礼いたします、お嬢様。
ワンちゃんって意外と難しいですよね。じゃーん、できました。どう、見えるかな。はい、ではですね、こちらも美味しいんですけども、さらに美味しくなる魔法をかけたいと思います。じゃあいきます、いきますよ、せーの、うーせーの、萌え、入りました。ありがとうございます。ではお待たせいたしました。キラキラプリンセスアラモードというメニューでございます。じゃーん、ではいきます、せーの、もえもえプッチン、えいプッチン、あ、ちょっとずれちゃった。できました、バッチリ。じゃあかわいいウサギさんに変身します。いきます、せーの、よこよこぴょんぴょこりん、それでは、大変お待たせいたしました。記念撮影でお待ちの萌えお嬢ちゃま、カレンお嬢ちゃま、ステージまでお願いいたします。じゃあこちらの中からお耳を選びたいと思います。何がいいですか？じゃあ一緒にポーズをしたいんだけど、ハートマーク一緒にお願いしていいですか？で、これ萌え萌え組んでくるので、お目目パッチリ開けて遊ばせてください。それでは、萌え萌え、じゃん、お待たせしました。さきととお写真です。どうですか、完成しました。はい、お耳つけて、これこんな感じでテーブルに立てられるので、学校とか、あと、はい、それではお嬢様方がご不在の間にアットホームカフェにお手紙が届いていたので、このお手紙読んでもいいですか？はい、いいですか？はい、じゃあ読みます。じゃん、いや、ご主人様、あなたは常日頃からご主人様として誠実かつ素敵に日々を過ごされ、その姿はメイドの憧れの的であるとともに、他のご主人様の模範であると認定されました。その功績をたたえ、ご主人様認定書ブロンズカードを贈呈いたします。ご主人様協会、なんとお嬢ちゃま方、ご主人様協会から認定書が届いてました。やったー。これはですね、認められたお嬢ちゃまにしかもらえない特別なカードなんですよ。お嬢様のお出かけです。いってらっしゃいませ、お嬢様。ありがとうございます。キラキラシャイニー、キラシャイニー、目指してもっと
気をつけて今日も行ってらっしゃいな。